皆様、ハイタイ。沖縄ポスも一緒にやっていただいてありがとうございます。ありがとうございます。本日は沖縄県の玄関口、那覇市に来ております。那覇市の魅力について、那覇観光キャンペーンレディーのお二人にお話をお伺いしたいと思います。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それでは早速自己紹介をお願いいたします。2020那覇観光キャンペーンレディーの畑谷日香と申します。よろしくお願いいたします。2020那覇観光キャンペーンレディーの崎原英香と申します。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。すごい綺麗なコスチューム着てらっしゃるんですけれども、何かコンセプトなどはあるんですか？はい、私たちのコスチュームは琉球ガラスとイラブチャー、そして那覇市のお花でもあるブーゲンビリアをイメージしております。グラデーションしていく形になっていて、このスカートの形が波間の、はい、揺れをイメージしている、はい、イメージしてるんですね。癒しというイメージで今回作られています。癒し、もう見ているだけで癒されます。ありがとうございます。ありがとうございます。では早速、もう那覇市は観光名所たくさんあると思うんですけれども、おすすめの観光スポットや観光名所ありますか？那覇市で一番有名な首里城、私からおすすめいたします。首里城、去年この火災があって焼失してしまったのですが、今回見せる復興という形で、うん、入場できる範囲も広がっていますので、ぜひ那覇市にお越しの際は首里城に足を運んでみてはいかがでしょうか？そうですね、もう首里城はもう那覇市に来るといったら欠かせない存在ですよね、はい、見せる復元という形で首里城に私も足を運んでいきたいと思います。ありがとうございます。何かありますか？はい、私は那覇市のメインストリートでもある国際通りを紹介したいと思います。こう一番の賑わう通りになりますが、裏通りに入るとまた違った古民家を改装したようなおしゃれなカフェなどがありますので、スタンプレー文化を体感できます。古民家を改装したカフェなどあるんですか？はい、メイン通りでは見られないような。わあ、いいですね、はい、メイン通りで少しお土産を買いながら、それでまたそういうカフェでくつろいで、また買い物に戻ったりも楽しめますね、はい、ぜひおすすめです。他に何かありますか？そうですね、最近行ったところでこの首里の金城町の石畳に行ったんですけど、大好きです、はい、あの琉球石灰岩の道と赤瓦のお家が沖縄らしさを感じられて、とってもいいと思います。いいですよね、はい、沖縄の趣を感じます。那覇市の名産品を教えてください。私からは国際通り天むす1階にございますショップ那覇さんの那覇サブレをご紹介いたします。これなんで78なんですか？はい、こちらは那覇の7と8をモチーフにした可愛いデザインとなっております。そしてお味が沖縄の名産品黒糖と紅まじとなっております。へー、サクサクした那覇を味わってみてください。そうですね。はい、では次に私からコンペをご紹介します。那覇観光キャンペーンレディの先輩であるほかまさんが作っているほかま製菓所で製造されています。へ、ちなみにどういうお味がするんですか？味が2種類あって、ごまとピーナッツの2種類あるんですが、この商品去年のこの那覇市長賞に選ばれた有名なコンペとなっています。もうぜひ食べるしかないですね。はい、はぜひ。それでは那覇市で行われている行事やイベントを教えてください。はい、10月には那覇大綱引き祭りという那覇市で三大祭りと言われているものの一つが行われる予定です。11月には首里城祭、12月には那覇マラソンが行われるんですが、こちらの10月の那覇大綱引き祭りが中止、この11月の首里城祭の方がまだ決定していないので、ホームページなどでご確認していただきたいです。あと12月の那覇マラソンですが、こちらは延期になってしまっています。マラソン好きですよね。大好き、毎年走るので本当に悲しいんですが、来年に期待してます。そうですね、来年はもうさらにタイムを上げて走れること間違いなしですね。来年は那覇大綱引きが50周年を迎えますので、より一層盛り上がるように私どもも楽しみにしております。来年が50周年ということで、もうたくさんの人が集まって那覇大綱引きみんなで綱引き合いますね。はい、私も参加したいと思います。ありがとうございます。じゃあ最後に那覇市の PR をカメラに向かってお願いいたします。はい、今回私たちが紹介した首里城や国際通り、その他にも
那覇には魅力がたくさんあふれています。那覇にお越しの際は感染予防対策を取った上でお楽しみください。那覇市へ抹茶ウィビンド。本日はありがとうございました。那覇の魅力がたくさん伝わってきました。それでは最後に締めてまた屋台をお願いいたします。それでは皆様、またやったーい。